お疲れちゃんです、サラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちら30日でホグライダーを極める企画17日目やっていきたいと思います。というわけで今シーズンね、まあ、シーズン変わったというわけで、まあ、第2の目標に向かってやっていこうと思います。で、まあ、第1の目標が前シーズン8000をねホグライダーでいこうっていう目標だったんですけど、なんとまあホグね8000いけました、無事。いやこれはねめちゃくちゃ僕嬉しかったですね、本当に。でホグ以外使った瞬間8000からどんどん落ちていくっていうね、まあ、こともあったんですが、第2の目標ですね。まあ、シーズン序盤っていうのもあるかもしれないんですけど、世界1位ね取りに行きたいと思います。まあ、序盤はね本当シーズン終盤と違って化け物が少ないっていう、まあ、ちょっとだけね、ちょっとだけですけど、世界一を取りやすいっていうのがありますね。まあ、上手い人たちはもうほんとシーズン終盤ね、みんな潜るみたいな感じで、序盤はみんなのんびりしてますので、まあ、そのチャンスを伺ってね、まあ、難易度はもちろん高いですよ。もちろん難しいところありますけど、まあ、世界一狙っていきたいなと思います。まあ、なので、まあ、世界一逆に行ってしまえば、この30日企画も終了でございますね。よし。だからもう早めね、もう18日、19日とか、あんな20日ぐらいで、この30日企画が終わる可能性もありますが、まあ最終ゴールだと思ってね、世界一目指してやっていきます。ラムライダー、タルババ、いうの、まあ、ジンギデッキと呼ばれる、まあ、インドラ、アイゴレマジアチャとかが入ってるデッキか、まあ、または、ペッカラムの可能性もありますね。うわ、いい雪玉。さあ、ペッカラムですね。しかも雪玉型なので、ちょっと形が違うね。俺が思ってる。なんか、ベビドラ型。結構古い。最近はね、マザーネクロとか、エレクトロウィザードがいた、ファイボタルババの、ね、ペッカラムもあったんですが、これはね、ライトニングタルババ雪玉。で、エレキベビドラユーノっていう、まあ、サンスペルの、ちょっと昔のね、ペッカラムデッキでございます。さあ、ここペッカを出してきたのは、大きいよ。ホグ飛ばしていきましょう。で、さあ、エレキで対応と。で、ここは両サイドね、もうテスラで美味しくいただいていきたいね。で、あとは真ん中言うのを、で、テスラを壊しに来るのを警戒であったりだとか、まあ、それぐらいか。それぐらいだけ警戒しておけば。まあ、あとは多分、スケ読みの、まあ、雪玉であったり、タルババであったり、いろいろしたいとこだと思うんですけど。さあ、まあ、ここは、まあまあまあ、ライトニングでテスラ壊されたので、まあ、仕方ないね。これぐらいの場合は。で、まあ、タルババもあるし、ホグ飛ばしたところで、多分ラムで綺麗に抑えられると思うので、一旦ここもステイでね、いきます。いや、ローゲホ入る、でかっ。え、これめっちゃ美味しい。マジででかい。本当にでかい。で、これ、バルキリーで抑えてからのホグでいい気がするな。で、ラムで絶対受けられると思うんですよ。まあ、だから相手の逆サイっていう手もあったな。これ逆飛ばしてもよかった気がするな。ちょっと遅れちゃったんですけど。で、ラムライダー用に、スケも出して、このテスラで全てをね、美味しくいただける気がした。このベビドラとラムと。で、スケを出したことによって、ラムライダーのタゲがね、よしよし、スケに行って、ホグがね、結構入りましたね。いや、いいんじゃない？で、あれはもうウッドが空振った。たまたまエレキに当たったので、よいしょ。で、ちょっとペッカ来そうだな。いや、ペッカ来ないから。2100側にペッカ相手置きたいと思うんだけどな。さあ、ちょっとね、どうしようかなっていう。ホグ飛ばしても、基本的にペッカであったり、ラムライダーで守られるので、まあ、2周目のね、僕ユニットであったりだとか、まあ、ちょっとこうウッドとクエイクで一生持ってもいい気もしますね。こっちからホグを飛ばさず、ホグ飛ばしたらこれペッカ来るので、逆にペッカを待つっていうね。で、一生ちまちま削っていこうかな、マジで。この引きこもり戦法もそこそこ強いですからね。あ、ペッカ来ちゃった。最後だ。来ちゃった。行きたいよな。ほら、行っちゃっていい気がしたな。ウッドも添えてあげて、ファイアスピとかも添えてあげてね。あ、オッケー、ライトニングここで使わしたらマジででかくね。今、ライトニング使ったらもう俺のテスラロケホもう、あれっすよ、もう暴れ放題。あ、ロケホ暴れすぎ？そこのロケホもね、頑張ってくれてる。このロケホもうどうでもいいですよ、ぶっちゃけ。で、バルキリーと、あ、待って。釣れてない。これはちょっと痛いね。ちょっと痛いんですけど、もうこれ許容っていうね。許容というかもう、俺の攻めだけ考えて。痛い痛い、待って、ラムがやべえ、ちょっと待って。あ、でもこれクエグっときない。ラムがテスラ釣れなかったですね。これ、まあもったいないダメージですね。もう一個テスラ上にしとけば、ラム絶対釣れてたので、まあまあもっと楽勝だったかなと思いますが、まあ、まあなんか、こっちが浮き見せらなければ大丈夫だよねっていう感じかな。さあ、世界一までね、あと400ほどですか。上げていきたいですね。よろしく。最近ちょっとあとはね、ドリルもいろんな形がね、ゴブドリデッキ、無限に型がね、出てき始めたので、なんか意外と勝てる。なんか前までめっちゃきつかった形ではなくて、
なんかプリンセスがいたりだとか、結構ね、あれ前より勝てるなっていう、まあ立ち回りがちょっと慣れてきたのもあるかもしれないんですけど、ゴブドリ系にもね、勝率がやや上がってきましたね。本当に。まあなんかホグは今ロケット型がね、ちょっと流行ってるみたいで、ロケ型も使われてるんで、まあどっちがいいんだろうって感じですけど、よいしょ。今はね、僕はもうずっとクエイクで練習してきたので、一旦クエイクでやります。さあ、ちょっと痛い。んー、なんだ？オーブンエレキバルキリーホグヤの雨でしたね。なんかもう一個ぐらいなんかフリーズであったりだとか、逆にロイジャイであったりだとか、ペッカであったりだとか、なんかもう一個ね、重要なカードが一枚あっても良さそう。じゃないと相手のデッキはなかなか削りきれないんじゃないかなっていう気はするね。わかんないけど、予想ね。まあ、ホグ、とりあえず飛ばしますか？意外とエリクサーが、アド取れてる。いや、プリンスか。まあ、プリンスホグっていうね。まあ、ちょっと嫌ですけど。まあ、ヤナメ相手が使った後なので、おーん。いやー、これ強えやな、マジ。あ、俺の、これ逆ですね。完全に。今の。完全に今逆だったな。見ました？いや。いや、痛いよね。いや、痛いんですよね。バルキリーで、バルキリーを受けて、プリンスをスケで受けるのが正解なんですけど、逆でしたね、今の。ちょっともったいないな。で、プリンスの勝つもね、ちょっと、抑えればよかったんだけど。まあまあまあ、これぐらいはね、大丈夫でしょう。あ、ホグ、僕飛ばせばほぼ確で一発入りますから、バルキリープリンスね、なかなかの厄介な攻めね、たまにあるよね、ああいうの。ああいう系の、このグッドゲームはどっちの意味だ？受けさえミスらなければ、絶対大丈夫だと思う。で、やなめあるから、ロケット星がそこまで活躍はしないね。ぶっちゃけ。そう。このね、矢が強い。まあ、だから相手のオーブンが今回腐るし、あとテスラも多分結構、最強クラスじゃないかなと思ってるので。よいしょ。で、回転早いから、俺のロケホがフィーバーする。さあ、スケルトン部隊もいるね。なんかいっぱいいるね。意外とこういうデッキ結構難易度高くないですか？こういうデッキ相手にするのむずいっすよね。なんか一個一個ミスったら終わりみたいな。まあでもここはさあホグ飛ばしてオーブンとか置いてくるかな、そろそろ。さあプリンス、あーロケホを使ってもよかったけど、まあまあまあ、オッケーオッケーオッケー。で左側はね、一応許容はできるものの、このオーブンちょっと嫌だ。よいしょ。プリンスも結構嫌なんだよな。プリンスって強いですよね。で、これもテスラ置いときますね。テスラ置いとけば相手のホグ絶対通りません。で、これウッドでバルキリーを内側に寄せるとテスラがね、早めに殴ってくれる。で、あとはホグからの、まあ、あとはなんだ、オーブンがね、スケルトン部隊とか出てきそう。さあ、美味しいよ。一発入るんじゃないか？カツン、ナイス。もう一発。はい、さすがもう一発いかないで。これテスラ置いとかないと、事故る可能性があるので、早めにテスラ置いて、またウッドでね、削りながら、オッケーオッケー。まあ、これもほんと僕がミスしなければ絶対負けない。うわ、やばい。これもう行くしかない。行くしかない、行くしかない、行くしかない。うわ、危ねえ。もう一枚ありましたね。まさかのライトニング。さすがに気づかんでしょ。ここまで。まあ、でも柳だけだもんな、今んとこ。確かに。よく考えたらなんかあるっすね。よろしく。いや、順調ではあるね。なんかもうね、これ以上ホグの何かをどうするっていうのは意外となんか思いつかなかったんですよね。あそこをこうした方がいいっていうか、もうなんか僕の中である程度の立ち回りというか、そういったものが確立されてて、よいしょ。まあ、それで勝てないなら、もう無理だって感じかな。まあ、ある程度の立ち回りも理解しましたね。よし、なのでこの実力で、まあ、いけるかどうか、ちょっと目指していきたいね。世界一。これできたらもうね、最高すぎるよね。なんかもうこれで負けたらもう細かいね。本当にその試合でのスケの延命だったりとか、ああいうあそこの細かいとかちょっと足りなかったとかだと思うので。よし、さあ、2.6 ホグですね。26はね、あれ？ファイスミだ。ファイスミやってる。勝ちたいけど相手のマスケット重視が結構嫌だ。と、回転がちょっと早いので、一回このね、ユニットで守るターンがいりますね。で、ユニットのこの範囲でね、しっかり縛っていきたい。いや、アイゴレが強い。一発はいいんですよ。一発は良くて、ここのカウンターでしっかりホグを飛ばしていけるかっていうのが、まあ大事にはなってくるんですよね。よいしょ、これバルキリー受けも出さんといけんし、大砲向くコストなくね。いや、あるんか。いや、そうなんですね。この大砲置かれた時の、大砲というよりこのマスケがね、いや、強いんだよね。いや、いい受けですね。
さ、フォアコードフォークと絶妙に守りにくいよね。また会いましょうか。で、次はテストライド守れますね。で、その次のホグを、まあ、バルキリー、ロケホースケ、ウッドとか、まあ、ウッドをやっぱ防衛で使うっていうのも大事になってきますね。ウッドが思ったよりね、強えの、防衛で。さあ、ファイアボーとか飛んでくんのか？飛んできた。あ、ロケホが、待って、ロケホが寝てる。俺のロケホマジで寝てんな、あいつ。さあ、まあ、ホグからのクエイク。で、でもね、意外と大砲ってね、防衛マジで、え？当たんね？なんでだ？俺のクエイクの位置が悪いんだ。あ、マジか。痛すぎる、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 痛すぎる。いや、これ、ちょっと勝ちたい。さすがに勝ちたい。さすがに勝ちたい。あ、これ大砲使わせようとしてんのかな？あれでも相手なんか怒ってる。なんでだ？なんでだよ。あれ？相手なんか、相手急に、相手急になんか、プレイが怪しくなってきたぞ。あれ怪しくなってきたぞ、相手。急に。急に、マジで。で、これ、バルキリがいるところの辺だね。早めに。ウッドで、いや、いい。この完封がマジでね、大事。でさ、ホグ、クエイク。あ、これ、うまい。あの、大砲逆サイドに置いて、ホグのね、ところにスケルトンを出すことによってのルート強制ですね。これ、26使いみんなやってきます。マジで。最強ぐらい強い。で、これちょっとあの、汗。すごい今ね、ピンチ。すごい今、ピンチなんですけど。意外とこのちっこい奴らで戦える。あぶねー。もうこれ多分ね、ホグ飛ばさなくていいんじゃねっていう、ちょっと気づいた。クエイク削りします。ホグをね、飛ばさない説が出てきた。さあ、テスラでウッドで削りながらハイスピで守って、ハイスピだけ足りるよな。いや、足りない。いや、一発痛い。待って、もったいない。そんななんかしょうもないね、こんなクエイク削りとか始めた瞬間に負けるからね。やべえ、マジで負けそう、ほんとに。で、セミファイブも食ってる？うっと。よしよし。オッケーオッケー。まあ。やばいよ、ほんと、クエイク削り始めた瞬間大ピンチになってる。ホグ来ないで。ホグ来ないで。クエイクしたいけど、撃ったらやばい気がした。一回我慢。耐えてくれ。やばい、1分だ。みんな1分だ。やばいぞ。来るぞ。よし。いや、耐えれるぞ。ファイブ来る。うっと。いや、やばい。マジやばい。いや、でもこれで、逆に、俺が行けば。いや、いいよ。ホグ入る。逆に俺のホグが止まらんでしょっていう。オッケー。ナイス。うっとけんな。やぶねえなー。なんかこう、むずいんすよね。ホグ対決、マジでむずいと思う。なんか。こっちがね、攻めクイック打った瞬間ホグ飛んでくるから、クイック打ちたくても打てないみたいなね。いや、あの、変にね、ビビってクイック削りに走ると、一気に流れ悪くなるんで。まあなんか、ちゃんとホグを飛ばすっていうのもちょっと大事かもしれないですよね。まあ、勝てたから、まあ、よしとしましょうか。さあ、よろしく、レジェンダリー。まあ、ファイスペで削っていきましょうか。ホグあったらもうガンガン飛ばしたいね。エレジャイ当たりたいな。なんか、エレジャイがやっぱ今強いので、エレジャイめっちゃいるんですよ。で、ゴレもめっちゃいるんですけど、もうエレジェはね、大当たりですね。まあ、ですが、ゴレは大外れですね。マジで。これはほんとマジで泣きたいぐらいきついですね、個人的に。しかも最近なんか新しいゴレヤナメデッキが生まれて、それがまたね、もうエリーババランバーダクネヤナメみたいなもん。えぐいんですよね。ああいうのは嫌ですけど、エレジェだけは引きたい。が、今回のやったら多分ペッカかな。マザネクユーのダックプリ。いや、ペッカっぽいですよね。もうどこをどう見ても私ペッカって言ってるっすよね。さあ、マザネクだけちょっと早めに処理して、タルババで受けて、タルババじゃない、スケで受けて。さあ、ラムですね。ペッカラムですね。ちょっと古いやつ。さっきペッカラムのライトニング当たったけど、今回ペッカラムのファイボですね。まあ、これがちょっと最近目の方かな。さあ、ファイブって聞いたけど、ファイスピの火力で耐えれる。いや、強い。で、これ、あ、エレキだけだって一発ですね。で、これスケでね、エレキを完封できるんですよ。一応、この中で、ね、押し。エレキを打とうとした瞬間にちょっと押してあげると、なんかね、こんな感じでね、一発無駄にって、スケでエレキ完封ができる。まあなんか、意外となんかポイってやれば、うまくいくもんなんで、ちょっとぜひ試してみてくださいね。さあ、ウッドで削り。どうしようかな。もうちょっと序盤の間に削っときたいですよね。マザーネクロ。今ホグ飛ばすと、まあ、ラムかペッカかどっちかわかんねえけど、まあ、どっちが来んでしょって感じか。テスラ置いときましょうか。
困ったらテスラ置いてから考えてください。4コス考えれます。さあ、いたね、ペッカ出してきました。で、ここは一回防衛から行こうかな。マザニク今は使ってるので、ぶっちゃけスケム層とかできるのはでかいよね。ユーノも使ってるもんな。さあ、これちょっとロケット押し延命できると熱いよねっていう話。いや、マジで熱いね。ほんと、ロケホ延命マジで熱い。しかも今、ペッカもあれも使ってるから、ここでフグ飛ばしたらもう絶対一発入る。まあ、エレキ、ズシャン。さあ、で、あとは、ファイボなので、その、テスラ自体もね、無双するわけなんですよね。これ両方受けれそう。やべ、待って、すべて、やべ、待って、やべ、ちょっと待って。すげえなんかな、綺麗に溶けたな、俺のスケルトン。これちょっとやばいね。端前ペッカ来たら泣きたいかもしれない。泣いた方がいいかもしれないね、俺。来ないこと祈って、まあ、来たらほんと気合で守りましょうか。まあ、気合で。あれは延命したいけど、マザーネクロいるから、一旦ね、延命はほどほどにしといて、よいしょ。あとはバルキリーとファイスピの高火力コンビ。OK、もう一回、ナイス、よく振った。で、まあ、僕、守れてはいるものの、ダメージ与えれてないので、ちょっと怖いよね。普通にペッカープラスなんかね、一回形組まれるだけで、一気に大ダメージ取られそうなので、ちょっと攻めてもいい気がする。さあ、クエイク。で、テスラできるだけこう延命したいね。テスラマジで強いからな。テスラどれだけ延命できるかで世界変わるんで、このゲーム。よしよし。で、もうホグ飛ばすのはやっぱ怖いっていう時は、飛ばさないでいいんじゃないでしょうか。それはそれで怖いけどね。うん。さあ、ウッドと。いや、こういうのでもね、一生守ろうとすると流れが悪くなるので、やっぱこうたまにはね、ちょっとプレッシャーをかけてあげるのも大事よね。プレッシャーをかけてあげながら、で、ウッドでテスラをちょっと延命してね。いや、いいね。そうすると、まあ、相手のこう、ラムとかね、ユーノとかはコスト使わせられますから。で、テスラがこれ残るから、ミリ残りテスラで。わー、でもいい。相手のマザネクうまいですね。マザネクのね、タゲを取る用の。よいしょ。さあ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 。いやー、ちょっとだけね、ユーノ追加とか来るね。いや、ラムの突進。いやー、ナイス、ロケホ。いやー、危ない危ない。めっちゃギリギリ。いや、ギリギリだけど、なんか前まではね、こういうのもね、慣れてないとね、ワンパンされるみたいなのもあった気がするけど、最近はちょっともうね、いいっすね。この事故が起きてない、今。で、ちょっと困ったら、こうもう、クエイク防衛とかしちゃってね。で、そういうことすると一気に流れ悪くなったりするんで、気をつけてください。いや、いいっすね。もう、ホグ受けとかね、ヒューやっちゃってね。あ、やる必要ないです。別に、スケでいいですよ。スケでいいんですけど、ちょっとなんか、オシャレぶりたいみたいなね。とかありますから、オッケー。さあ、テスラをね、延命してくれて、もう、すべてテスラですから。クエイクで削って、オッケー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 。いや、防衛が硬いね、やっぱり。ね、僕、ホグ、まあ、あんま通ってないですけど、それ以上に相手の攻めが通ってないので、そういう感じですよね。僕の攻めが通らないけど、相手の攻めもじゃあ完璧に守れば負けはしないよねっていう、クエイクで削れるでしょ、俺っていう。まあ、防衛ホグですね。いいですね。さあ、よろしく、ニトロさん。まあ、初手ホグガンガン飛ばします。飛ばします。取れなかったらラッキー。スケー。まあ、公開電デッキですかね。これ、ウッド打っていきます。まあ、削りかつ、ここでテスラ壊せたら美味しい。まあまあ、硬いですね。テスラスケか。まあ、公開電ドリルとか、まあ、ISP 言ったらミラーかクロスですね。さあ、ホグかクロスか。どっちだろうね。どっちだろう、マジでどっちやろう。ないと。ってことは、クロスですね。いや、クロスは勝ちたいよね。おでもマジで、VS クロス世界一下手な自信あって、クエイクホグで。なんか、本当に。いつもボコられる。いつもボコられるとまだいかないけど、なんか、勝率2割ぐらいしかない。いやむずいんすよね、クエイクホグで。立ち回りが。クエイクいつ打てばいいんだろうっていう。変に打ったらダメージ、なんかカウンター来るし。打たないと打たないでなんか逆に流れ悪いしみたいな。じゃあどうすりゃいいんだってなっちゃうんですよね。まあホグ飛ばしつつ。まあ今んとこ同じことしてるだけですけどね。これロキオのダメージ入るのでかいよね。ISP がウッドが来る後。あー！これウッドで飛んじゃうんすよね。ロケホ。
いや、この拡散ダメージちょっと入ってんの強えな。よしよしよし。まあ、これ、コソコソやっとくのがいいよね。マジで。コソコソすぎる、これ。いやー、金ギドか。そう。いやー、まあまあ、金ギドはしょうがないですよね。どうせ、ロギ法でいつかされるもんなんで。で、ホグで、ここでクイック打っちゃうっていうね。いやー、右下か？いや、いいんじゃない？で、相手からしたら、今、クロスで攻めたいですよね。僕はクイック打ったので。なので、まあ、8枚バルキリー、ちょっと意識しつつ、って感じか。さあ、来ないので、ウッドで削りながら、まあ、ファイスピーとかもね、カード回し飛ばして、で、ここは本気で守ると。で、できるだけやっぱクエイクは攻めて打ちたいもんですから、よし、オッケーオッケー。これもだって右側にクエイク打っていいもんな。打っていいのか。もう打っていいんじゃないですか。いや、よくねえな。さては。さては、やばい。まあ、これ一回確実性でね。よし、確実に確実に。確実に、耐えさせてもらって、オッケーオッケーオッケー。ここ耐えるとはでかいよね。まあ、あと相手はもう左サイドの一生クロス立てくんで、まあ、なんかユニットでできるだけ守りたい。だからもう本当にこっちだけ、オッケーオッケー、いいやざっす。でもあとクエイクでね、削っときゃいいんじゃない？オッケー。左にね、クエイク打ち始めると、ファイボ削りとかでだんだん追いつかれて、僕は右のタワー攻めたいのに左だけ攻めさせられてみたいな。だんだん流れがちょっと悪くなってくるんで、できるだけユニットで耐えたいよな。ホグとかでね。ホグも多分使っていいんですよね。まあ、ウッドでね。まあ、無理せず行こう。テスラ残ってるし。はーい、価値額でございますよ、こんなのはもうね。テスラ。怖い時は、ホグとかで行っちゃってね。いや、でホグとかで行っちゃうとちょっと怖くなってくるよな。ちょっと怖くなってくるよな。ふん。いや、危ねえ、危ねえ。マジで、ちょっとずつ流れが、流れが怪しくなってきた。テスラ置いとかんと。テスラ置いとけばなんとかなる。うわー、やばい、待って、読まれた。え、マジでやばい。え？うまくない？こいつ。さすがにこれうますぎん、相手。俺がここにテスラもう置いてくるの分かってんじゃん。そこまで読んできた。え、待って、マジでやばい。本当に、一回シャラップ渡し、ちょっと待って待って。あ、本当に、勝ち試合、よくこういうことになるんですよね。なんでだ。えぐえぐえぐ。マジでえぐ。本当にえぐい。あ、でもファイスピ入った。ラッキー。それは相手やってる。でかすぎる、マジで。でかすぎる。で、これはユニットで壊せた、クエック削り。で、この辺に置いとくはもうどこに置いても君、無理でしょって。で、ここにアーチャー。もうアーチャー来ます。いやーもううまい！オッケーオッケーオッケー。よし、悪役圏内ですね。さすがに、さすがにこれは負けたらあかんよねっていうね。ちょっとヒヤヒヤしちゃったんですけど。まあこんな感じで、あと300ぐらいで世界一なので、ちょっとね、世界一取りに行きたいと思います。皆さんもね、こちらホグデッキ。まあロケットナイト型であったり、アイスピ型であったり、いろんな形ありますが、ぜひね、使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。